このセットは絶対にゲットしなければならない。なぜならば、まず、ブロリーがね、まあ、ブロリーがいる時点でブロレスはゲットマスティじゃ、マストじゃ、そしてね、ブロリーいるだけでもやべえのに、なんとジレンの上半身マッスルの脱いでる。もう、ボディがでけえ硬いが、8キレンばかりので、めちゃめちゃ楽しみだったんだよね。もうずっと前から注文、俺プレ版で買ったんだけど、プレ版で注文したその時その瞬間からさ、ずっと楽しみにしてたドラゴンボールアドバージモーション3第3弾がついに届いてしまったという奇跡をレベルマックスやガイレ中のガイレ中のガイレマスル。楽しみすぎ。いや、なんかもう想像するだけでトレーニングしたがってくるね。行くぜ。いや、もうブロリーだけでもやばいのにさ、ジレンの上半身マッスルもあるというね、ほんと奇跡のレベルマックス、ガイレチのガイレチ、いた、ドゥルッドゥルッドゥ。うわー、もう箱の時点でかっけえわ、ザン、ドラゴンボールアドバージ、モーション3第3弾、ゴジータスーパーサイジ4、ドラゴンボール GT のスーパーサイジ4、ゴジータ、そして、ドラゴンボールスーパーのフリーザと悟空の共闘、ダブル共闘。いや、いいね。フリーザと悟空の共闘、並べることもで、あ、こんな感じね。並べることもいいよ、いた。そして、ジレン、ドラゴンボールスーパー。うお、かっけ。そして、ドラゴンボールスーパー、ブロリー、映画からは、ブロリーとね。うわ、やっても、まあ、まあこれだけどね。ブロリーもこいつ、いや、かっこいいな。ここちょっと映ってるだけで、すげえかっけ。このブロリーと、ゴッドのベジータ、赤髪ベジータ、このダブルの戦い。うわ、素晴らしいね、ザン。すげえ。右上に注目。いや、今回さ、マジでさ、これメインディッシュでもいいレベルだよな。まあ、俺ブロリスだから当然のことだからさ、ブロリーメインディッシュなんだけれども、それでもやはりブロリーナンバーワンなんだけれども、これ同じぐらいやばいよね。上半身マッソジュレン。うわ、あとゴジータのポーズもいいしね。で、悟空とフリーザと、ゴッドのベジータとブロリーパート。素晴らしい。最強のセットになっている。モーション3。第3弾にしてやばいの来たよね。ほんと、いや、ガタイマス。でもさ、今回単純にただ単にさ、筋肉造形部門ナンバーワンジレンだよな。この造形的にさ、もうブロリーはさ、フルパワーじゃないから、フルパワーだったらブロリーだけど、ジレンはもう上半身マッスルだからね、脱いじゃってるジレンだからな、これナンバーワンだろう。それでは、早速、開けて、モノホンのブロリー。いや、楽しいな、ブロリー。嬉しい。ブロリーとジレン。うわ、マジか。このダブルだけでもほんとやばいもん。ブロリーとジレン。やべえだろ。これはやべえだろ。あ、ちなみに俺ね、モーサンセット買ってる。モーサンセット買ってる。今日はこの一箱だけだけど、モーサンセット届くから、合計ね、4ブロリーできるんだよね。もう4ブロリー。で、お店で、見つけたら、買おうと、それぞれ補充していこうと思ってるんだよ。ジレンとブロリー。ジレンとブロリーはね、5個ずつ欲しいんだよな。あ、でもゴジータも5個ゲットしとこうかな。ちょっと迷ってるね。めちゃめちゃかっこいいわ。この上のさ、画像だけでやばい。うわ、マジで、こんなかっこいいんけ。まず、あ、どうする順番的に。こうでいく。いや、でも、あえて今日はジレン、いつも最後ブロリーだよさ。いや、でもやっぱブロリストだから俺は、ブロリー最後だよな。いや、でもね、このフリーザもかっこいいんだよな。すげえ、フリーザ。ポーズがいいよな。悟空とさ、並べられるのがいいよね。共闘の、一緒に戦う、共に戦う、フリーザ&悟空。これができるのがすげえ熱いわ。超かっけえなー。このダブルで、このさ、構図がかっこいいよな。フリーザと悟空のさ、迫ってくる感じ。いや、いいねー。再現しよう。早速、もう再現しちゃおうぜ。まずはフリーザを出す。フリーザ。モーション3。最高のメンツだわ。ギャムね。ギャムが1個入ってる。ギャムで。そして、フリーザ本体。天使の輪っかと、ダイザと、フリーザ本体が。うわ、さすがアドバージ。これすごいよね、モーションね。アドバージのクオリティで動きがある。モーション、動きがある。アドバージのクオリティも損なわれてないからね。アドバージのクオリティのまま、つか、むしろ上がってるよな。おお、すげえ。フリーザ。天使の輪っか、なしバージョンのフリーザ。で、これに、天使の輪っかをつけて、台座にセッティングすると、クオリティが素晴らしいわ。広背筋がやばかった、フリーザ。やばくない？広背筋。トレーニングしたくなる。いや、でもね、筋肉に関しては、今回ね、いるからやべえのが、しかもね、二人いるんだよね、やべえのが。でもね、フリーザの広背筋もなかなか気に入った。正直すげえ気に入った。モチベ上がったトレーニングの。やっぱトレーニングしたくなるよな。こういうフィギュアのさ、筋肉を見ると。いや、もうなんかムラムラしてきた。トレーニングして。めっちゃかっけえわ、フリーザ。
今回のモーション3のフリーザね、こんな感じ。悟空さんもね、上半身マッスルなんだよね。いやー素晴らしい。やっぱ上半身脱げてるのかっこいいなー。もう全員脱いでてほしいわ。上半身の筋肉モチベ上がるよなー。トレーニングもうずいてくるもん。トレーニング最近なんか寝るのも嫌になってきてね。なんか俺が寝てる間にさ、世界ではトレーニングしてんじゃんみんな。なんか遅れを取るような気がして、なんか寝る、でもちゃんとね、寝て休ませないとダメなんだよね。筋肉にマイナスになっちゃうからさ、休むことも大事なんだけど、なんか寝るのもったいないって思い始めてきているっていう。なんか寝てる間に差を縮められるんじゃないかっつうね。なんかこの脅迫観念なんか昔なかったのに今すげえ出てきてんだよね。うわすげえ、うわ、いや、やべ、今すぐトレーニングしたい。今すぐ、うわ、トレーニングしたい。かっこいい。やっぱ男の、いや、男の上半身、ガタイマス、かっこよすぎない、悟空。これぞ悟空だよな、サイヤ人。広背筋ね、広背筋もいいね。あと髪の毛のさ、この、ブワーってなってるのいいよね、風を感じるわ。悟空、造形最高だった。道着の破け具合、シワ、すべてが素晴らしい。そして、悟空ね、台座ある。悟空ももちろんのことながら、台座があるので。あー、どうしようかな。これもう5体いこうかな。だったらもう1セット追加。多分買えると思うから、ネットで。おそらく、いや、買えないかな、もう。わかんないけど、買えると思うから、もう1セット買ってもいいかな。いや、ジレンとさ、ブロリーだけで、5でいいかなと思う。5ブロリーと5ジレンだけでいいかなと思って。4セットは買ったんだけどさ、合計4セット。あ、4セット買ったよな、俺。4セットは買ったからさ、ネットで。で、4体ゲットできるの、絶対こいつらね。でも、お店で、あとはスーパーとか、お店で、ブロリーとジレンを補充すればいいかなと思ってたんだけれども、これ欲しくなったら、もうワンセット買っていいかな。ちょっと買えたら買うわ。スーパーで補充しようと思ってたんだけど、お店ね、スーパーとかコンビニとか、コンビニではないんで、コンビニは見たことねえな。大体スーパーに、でっかいスーパーにあるんだよね。こういうでっかいスーパーのさ、おもちゃコーナーにあるから、いつもそこで買ってるんだけど、そこで補充すればいいかなと思ってたんだよな。しかしながらこれ、クオリティやばすぎたわ。どのアングリングから見てもめっちゃかっこよくない？フリーザと悟空。これはこうやって並べるべきだよな。いや、まあこういうの記念だからさ、せっかく発売された記念だから、絶対にね、できるだけ多く、自分の限界で、まあそれぞれ限界あると思うから、限界でゲットしておいた方がいいと思う。これ記念だから、20年後とか見てさ、いや、めっちゃこれ懐かしいなって、なんか、箱のまま未開封でたくさん持ってるし、みたいな。これ絶対にね、できる限り限界突破でね、記念だからさ、ゲットしておいた方がいいんだよね。だから俺たくさん買うんだけどさ、今回これ失敗したわ。最初から5セット買ってよかったかもしんない。これ、どうしよう。ゴジータな。順番的にさ、いや、ベジータ行くか。いや、でも赤髪、いや、こう行こう。うん。ドラゴンボール GT から、今回、唯一参戦。ゴジータ、スーパーサイジン4のゴジータ。俺の一番好きなスーパーサイジンの形態4。いいよね、このポーズ。いやー、素晴らしい。エフェクトパーツもすげえ欲しくなるわ。エフェクトパーツセッティングしたくならん、これ。うわ、でかいな、やっぱゴジータ。尻尾もあるしね。尻尾は自分で取り付ける。分離パーツになってる。さあ、まずは本体を見る。ゴジータかっこいい。うわ、やば。さすがアドバージだわ。アドバージのクオリティを保ちつつ、いつもの棒立ちではなく動きがあるっつうね。腕の筋肉も素晴らしいな。あと帯がなびいてるのもいいよね。ほんと風を感じるわ。フィギュアで風感じるのすげえ好きなんだよね。めっちゃかっけー。これがゴジータのクオリティ高えわ。ゴジータもね、台座がある。あ、その前尻尾つけるか。尻尾をつけて。俺棒入ってるはずなんだけど、ゴジータの棒がないぞ。ゴジータの棒は、でもこれフリーザと悟空だよね。フリーザ、ゴジータ棒入ってないんだけど、これ。ゴジータの棒がないんだけど。あれ？待って。今開けた時飛んでった？いや、飛んでないよね。入ってた？これ。いや、後で動画見ればわかるんだけどさ、動画で撮ってるから。あれは、エフェクトパーツセッティングしたくならん？これ。うわ、でかいな、やっぱゴジータ。尻尾もあるしね。尻尾はあれは、エフェクトパーツセッティングしたくならん？これ。うわ、でかいな、やっぱゴジータ。尻尾もあるしね。尻尾はマジかよ、こんなこと。いや、でもあるんだよね、マジで。いや、でもまあ、後でネットで追加届くからセット、まあいいんだけどさ、別に。いや、よくねえよ。よくねえけど、棒入ってなかったんだけど、ゴジータ。ガチか。いや、まあ、気を取り直していくか、しょうがないもんね。多分なかったと思う。入ってなかったと思う。マジ？他のは大丈夫だろうな。まあ、ちょ、気を取り直していくわ。赤髪、ゴッド。ベジータベイダー、M字ハゲ、王者、チビマッチョの星。かっこいいなベジータ。うわ、ブロリーとのバトルを再現できるね。ベジータ。いや、赤髪超綺麗だわ。赤髪すげえ綺麗。
ノールク・ウラケン思い出せ。ノールク・ウラケン、ブロリー、ノールク・ウラケンをかわすベジータ。あれ超かっこいいよな。ベジータいいな。赤組のベジータ超かっけえわ。これはもうブロリーとセットでね、並べることができるという。うわー、素晴らしい。そして、ジレンをあいつらの前に立たせるという。楽しいだね。ゴジータがな、倒れてっかな、ジョーは。もう台座の重要性が改めて今日認識できたわ。まあ、いい機会だったかもね。台座すげえ大事。いつもさ、何も考えずに組み立ててさ、セッティングしてっけど、台座がいかに頑張ってくれているか、台座よありがとう。そして、ここからが本番中の本番中の本番メインディッシュ。どっちから行こうかすげえ迷ってる。本当に。俺、でもやっぱ俺はブロリスだからさ、ブロリー一筋だから、やっぱ、いやでもこれメイン張ってもいいレベルなんだよね、これ、ジレン。重たい。ゾーン、かっけー、めっちゃかっけーわ。これ、ボートが入る。なんかこれ、不良品だったらすげえ嫌だ。待って、そんな予感するぞ。おい、やめろよ。ジレンのボディや。はちきれんばかりのボディパワー、励ますする。すげえかっけーな。うわー。セッティングしよう。いや、オーラちょっと俺ジレンでやってみるわ。ジレン写真撮ってこの赤いオーラつけてみるわ。なんかできそうな気がする。カカロッティとジレンの上半身マッスルをダブルで堪能できる最高のセット。モーション3。神のシリーズだったか。神のシリーズ。しかもブロリーもいるからな。ジレンだけじゃなくてブロリーも。いや、つうかブロリーいるだけで俺的には勝ち組なんだよね。もう人生の勝ち組。ブロリーいてくれてありがとう。やっぱもうブロリーがいるだけでもう心がハッピーなんでる。うわ、マジか、ほんと。俺、ジレンすっげー好きなんだけどさ、特にこのね、上半身マッスルのジレンがすっげー好きなの。めちゃめちゃ好きなの。そのジレンのフィギュアをゲットできたっつ。やべーわ、めっちゃ嬉しい。うわー、ガチでか。わー、これのさ、上半身マッスルのジレンも良かったじゃん。めっちゃかっこよかったじゃん、あれはあれで。すげえかっこよかったんだけど、今回のジレンのポーズもやべえわ。なんだこれは。ボディ。でっか。もうこれ間違いなく5体だね。やっぱね。これ判断ミスはなかった。これ5体。これ5体。これ。もう間違いなく。棒入ってるよね。ちょっと確かめよう。入ってるね。棒確かめ。まずは入ってるかどうかを確かめると。そして、うおでっか。マジっけ。こんなでっけ。これやばいだろ、この骨格。後輩気やば。トレーニングして、背中に鬼が見えんな、ガチで。すげえかっけえわ。目ん玉。うわぁ。素晴らしいな、ね。さすがジレンだな。ジレンのこのガタイマスラ、これ国宝もんでしょ、これ。ジレン。ザン。うわ、このアングリングやばくない？このアングリング。すっげえかっけ。つか、ペクトラリスメイジャーの盛り上がりがさ、尋常じゃないんだけど、ペクトラリスメイジャーの盛り上がり。足の筋肉も盛り上がってるな。足の筋肉、造形が素晴らしい。造形、上半身も下半身も素晴らしい。筋肉の造形。こういうミニフィギュアになってもさ、造形妥協許してねえな。半端ねえわ。ポーズかっこいいしな、ポーズ。ザン。無敵か、迎え撃つ。すべてを迎え撃つ。あいつらを迎え撃つ。ザン。うわ、いいね。早速並べてみるかな。あと、台座セッティングするだけだからさ。ジレンはそのまま刺すだけか。そのまま、角度とかつけずにまっすぐ刺すだけだから。おぉ。うわ、めっちゃかっけえ、ジレン。え、これやばいわ。え、俺、10体行こうかな、記念だし。上半身マッスルジレンがモーションに来た記念だから、これ10体行くかも。てかさ、ラスボスだったな、マジで。これ今回に関しては、ジレンの方が筋肉感はあるからね。まあ、もうフルパワーじゃないから、このブロリー。フルパワーの前だからさ。今回に関してはちょっと筋肉ポイントは、やっぱジレンだよな。しかしながら俺はブロリスターからね。もうブロリーがナンバーワンっていうことで、やっぱ最後はブロリーパワー。パワーブロリー。これ突進してくる感じいいね。これでかい方が突進してくる感じ。この突進力。めっちゃかっけえ、トレーニングして。超いい。ザ・ベジータとの並びもできるかね。それでは今回最後、ドラゴンボールアドバージモーション3の最後のメインディッシュのメインディッシュ、ブロリーパワー。これを見て終わろうぜ。うわ、かっ、いや、正解だった。俺の判断に間違いなかった。やっぱね、ブロリーで終わるべきだよ。やっぱメインでしたブロリーでしょ。かっけえ、ブロリー超かっこいい。またブロリーコレクションが増えたわ。飾ったろ、ブロリーだらり。めっちゃ、棒入ってる。入ってるよね。絶対ゴジータ入ってなかったよね。入ってたら気づくもんな。で、もしね、飛んだとしても気づくはずなんだよな、絶対に。さっき見た感じだと入ってなかったし、すげえ見えにくくはあったんだけど、うわ。この出来よ、ブロリーの。すげえかっこよくない？やっぱブロリーだな。
この、いや、新しいブロリーゲットできて、嬉しい。ありがとう、ブロリー。来てくれて。今回、筋肉ポイントはさ、負けてるからさ、ちょっと迫力に関しては負けるかなと思ったの、ブロリーで。負けてねえわ。でけえ、ブロリー。作りがでけえ。さすがだな。めっちゃかっけえわ。いや、でも、ジレンも超かっこいいな。今回、ダブルナンバーワンだな。今回のダブルナンバーワン。両方ともこれ、1位にする。すごい、総合点高すぎる、このジレンは。もうそれほど、これさ、メタリックバージョン、プレバネ出してほしいね。SP バージョンつってさ、このブロリー、今まで出たアドバージのやつで、人気あるやつ、メタリックカラーみたいな、スペシャルカラーで出る。で、このジレンもメタリックで出る。前のワーコレちょっとメタリック、つうかメタリックだったよね、あれね、少しつうか。あれがっつりメタリックだったから、あんな感じで出してほしい。やっぱメタリックカラーかっこいいんだよね。光って迫力があるからさ、ちってか、お前。こう、バッカ野郎、お前、この野郎、お前、これ。いや、お前、これは、お前、これ、うわ、まあ、何この迫力。ベジータとブロリーの戦い。うわぁ。映画また見たくなってきたな、これな。もう定期的に見たくなるね、あのバトルね。もうやっぱ最後のさ、ゴジータブルーとブロリーのさ、フルパーブロリー戦い、あそこやべえな。すげえ、何回見てもかっこいいよな、あれな。いやー、早く続きが。あ、ていうかさ、キタロの次ってデジモンになるの？デジモン。なんかチラッと見たんだけどさ、俺ドラゴンボール復活するのかと思ってた。でもデジモンっぽいね。デジモン、あ、でもデジモンの次にドラゴンボールとかあんのかな。でもワンピースでしょ。いや、でもえ、待って、ドラゴンボールまだ来ないんかな、復活しないんかな。え、それはそれでちょっときついんだよね。俺ドラゴンボールっていう頭があったから、もう鬼太郎の次はドラゴンボールでしょみたいな感じだったんだけど、まあ、デジモンも嬉しいけどね。私どんな感じになるか気になるし、太一がまたね、また太一かっていう、びっくりしたけど、まあ、あれで楽しみだから嬉しいんだけど、ドラゴンボールも帰ってきてほしいんだよな。すげえ、もうブロリーとか見たらマジもう余計に見たくなったわ。てかブロリー活躍させてほしい。もっとブロリーを、もうブロリーメインにしてほしいね。ブロリーメイン。ブロリーメインのさ、ストーリーめっちゃ見てえわ。超かっこよかったね。今回のブロリーも最高だった。モーションの3、モーション3のブロリーとベジータの戦い。すげえわ。もう空中戦だからね。もう完璧なる空中戦。めちゃめちゃ迫力キーだった。ということで、今回は、ドラゴンボールアドバージ、モーション第3弾の開封レビュー、どうでした？みんなもね、ぜひゲットして、まあ、ゴジータ、やらかしてた感はあるけど、ゲットして並べてみて、めっちゃ迫力やべえぞ。特にこの二人。うわー、かっこいい！っていうかさ、この二人のタイマー見たくて、フルパワーブロリーと、上半身マッスルのジレンの本気の殴り合い、ガタイ同士の、めっちゃ見てえな、マジで。映画来ねえかな、そういう映画。いや、もう、ま、なんか想像するだけドキドキする。人生のモチベ上がるわ。人生楽しくなるよな。めっちゃかっけえ。ま、それまでちょっとこれ並べて楽しんでいこう。それではでは、また次回、次のアドバージーモーション第4弾でお会いしましょう。4弾何くんだろうな。フルパワーブロリー2種ぐらい入れてたほしい、ポーズ違いで。で、シークレットもあるというね。いや、ま、ワンボックスコンプ確定は楽しいんだけど、シークレットもあった方がちょっと燃えるからさ、俺。あ、ま、ワンボックスコンプ確定でいいんだけど、シークレット何かわからないやつ、ハテナ1個入れといてほしいよね。筋肉の上に輝く血管、もっと欲しかったよな。まあ、血管造形って難しいんかな、血管造形。やっぱ筋肉の上の血管がね、あるとね、もっとモチベが上がるから、そこのとこもちょっとこだわってほしいなと思ってる。やっぱ血管重要だよね、血管ね。頭の血管も重要だし、やっぱそういう面もちょっとこだわってほしいなと思っている。